これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。明かされた二人の宿命、魔人王と最高神によってメリオダスには永遠の生、エリザベスには永劫の輪廻の呪いがかけられていた。繰り返す転生、結ばれる愛、そして逃れられぬ死の運命。3000年にわたり幾度となくエリザベスの最期を見取ってきたメリオダス、この呪いを解くことこそが彼の旅の目的だった。記憶が全て戻ればエリザベスは3日で死ぬ。前世の記憶を取り戻したエリザベスを死の運命から救うため、メリオダスは魔人王になることを選ぶ。魔人王になって呪いを解いてやるからな。破滅への道を進もうとするメリオダスを止めるため、エリザベスと残された7つの大罪は動き出す。私は7つの大罪と協力してあなたが魔人王になるのを全力で阻止する。そんな地獄でどこにあるかもしれぬ団長殿の感情をどう探し出す。俺が行く。最高神の名において、愛する者の名において、今ここに7つの大罪とスティグマの盟約を結ばん。突撃！そして3000年の時を経て再び始まる魔人族との戦い、聖戦。一方、歪んだ愛情を募らせ暴走するエスタロッサ。メリオダスに取られるぐらいなら俺に食われろ。俺のものになれ。エスタロッサ、このままじゃ会合に飲み込まれるわ。これ以上誰も傷つけないで、あなたの言う通りにするわ。私なら平気。エリザベスちゃん！永遠に重なる僕らは神様のいたずら。今あなたと過ごした時間が僕の罪になる。叫べ